日本郵便が小学生を対象に年賀状の書き方教室を開きました。子どもたちに年賀状の書き方を教える課外授業は、来年のお年玉付き年賀状が今日から販売されるのを記念して開かれ、メールや LINE などの普及で年賀状や手紙を書いたことのない子どもが増えていることに対応したイベントです。年賀状は12年連続で発行枚数が減少していて、日本郵便ではこうしたイベントを通じて年賀状離れに歯止めをかけたい考えです。